よろしくお願いします。始まりました。梅雨です。梅雨真っ盛り、東京梅雨です。はい、何のオープニングトークもありません。早速いつものコーナーからいきます。 J リーグヘッドラインニュース、週明けヘッドラインの J リーグ編から、1本目、無観客試合が、名称が決まりましたというんですかね。代替名称は無観客試合とは言わずにリモートマッチと呼びますと。おそらく、リモート会議とかね、みんなウェブで最近いろんなものをやってるんでね、野球とかでもそうらしい。そうですね、多分 J リーグの場合はダゾーンでね、見るっていう感じなんでね、リモート観戦みたいな意味でリモートマッチと名称になりました。はい、2本目、J3 の蒲田マーレさぬき、専用の練習場が完成しましたと。素晴らしい。ようやくですか。こう J リーグね、参入してから早何年経つんですかね。5年6年7年とねかけてやっと練習場が整いましたというね、喜ばしいニュースですね。さあ3番目、 J1 の鹿島アントラーズがふるさと納税型のクラウドファンディングを実施しましたということで、これは何でしょう。ふるさと納税型、はい、何かやっぱり地のもの、ね、地産地消的な何か名産品がもらえる、いわゆる投げ銭的なね、まあ、親会社さんにメルカリさんがついたので、いろんなこうビジネス的なね、新しい取り組みをしてる鹿島アントラーズですから、ちょっと注目したいと思います。さあ4本目、元祖 J2 の大宮アルディージャがサポーターパネル企画実施。そう、これはなぜ元祖ってついたかというと、もうサポーターのパネル企画といえばっていうね、大宮がいよいよ満を持して打ち出してきましたっていうね。先々週か先週は津江県金沢がなんかこういろんな、ハンガーになんか自分の顔をつけたね、ハンガーを制作しようなんていう企画をねやってましたが、はい、大宮がこういう企画を始めたと。さあ5本目、 J1 の、名古屋グランパスが、動画でサポーターの歌声を届けますというですね、これもリモートマッチ的な企画とつながっているところでしょうか。さあ1本読みましょう。ピックアップは大宮のニュース、大宮アルディージャはリモートマッチや制限付き開催でスタジアムに来場できないサポーターの熱い思いを選手へ届けるべくサポーターパネル企画ウィンウィン大作戦を実施と。大宮といえば2014年のナビスコカップアウェイ徳島ボルティス戦で段ボールの人形にユニフォームを着せた段ボールサポーターをこの、アウェイの徳島にねサポーターが持参して、そこで話題になりましたと。大宮こそが元祖だと、他クラブがやってるのに大宮がやらないのは悔しい、パネルでもスタジアムで選手と共に戦いたいといった声に応える形で、クラブが実施することになりましたと。ちなみに今回は段ボールではありませんと。耐久性を高めて複数の試合でも使用できるように発泡パネルが採用されると。おっと、スペックが上がりましたね雨で、段ボールだと雨でイチコロですけどね、発泡のパネルだと。クラブそれぞれの新しい応援様式、どんな景色になるのか楽しみですねというニュースでした。いよいよ今週末ですね、6月の27ですか、土日ですね、確かね、J2 と J3 開幕ですから、ダゾーン見る方、ぜひ大宮の、発泡パネル、発泡パネルはぜひチェックしてください。ということで、次のニュースというか、R リーグ編、シュアゲートラインの R リーグ編です。JFL リーグのニュースいきます。1本目、高知ユナイテッド SC の竹正社長が、高知ファイティングドックスの社長に就任と。これは高知ファイティングドックスは、四国アイランドリーグという野球ですね、社会人の野球のリーグがあるんですけど、そこの、球団の社長に就任と。確か竹正社長、高知ユナイテッドの竹正社長はもともとファイティングドックスにいらっしゃった方だというのが私の記憶ではあるんですが、2つのね、サッカーと野球とね、2つの球団クラブの社長に就任ということになりました。さあ2本目、これは北信越リーグですね。 FC 北陸、
オフィシャルパートナーとコラボ企画が始動しましたというね、なんでしょうね、FC 北陸はね、北信越リーグ、確か一部ですかね、一部か二部か、すみません、今、手元にちょっと資料がないんであれですが、近年、この去年あたりから少しこう新しい仕掛けが増えてきたクラブだなという印象がありますが、さあ3本目、四国リーグですね、全国の9つの地域リーグから一足早く6月21日、つまり昨日の日曜日6月21日にリーグ戦が開幕しましたということで、後で四国リーグの、開幕した試合の結果はお知らせします。4本目、ベルスパ大分、マスコットキャラクターのデザインを募集開始ということでね、ベルスパもだんだんこうあれですね、こう J3 を目指そうかみたいな空気を感じるようなニュースが出始めましたということで、はい、5本目、北海道リーグの十勝スカイアース、ファンクラブの形をリニューアルしますということで、さあこれも何でしょうね、既存の今まで作ってたファンクラブとちょっと形を変える、何かこうバージョンアップしていくという意味でしょうか。さあこの中の5本のニュースでピックアップするのは北信越、北信越リーグ所属の FC 北陸がオフィシャルパートナーである石窯料理トラモントさん、石窯料理のトラモントさんとコラボ企画をスタートさせました。いくつか同時進行しているそうですが、その一つ、まず一つがピザの新メニュー、ね、この石窯料理、イタリアの窯でピザを焼くんですね、ピザの新メニューを FC 北陸に考えてもらって、その案が、そのピザの新メニュー案が 数件集まったら、インスタグラムストーリーズの投票で、フロアたちの投票で決めてもらうそうですと。で、このトラモンドさん、お店の方曰く、セオリー通りの新メニューはいらないと、FC 北陸の柔軟な発想で、一風変わったピザになること間違いなしということをお店の方も期待するそうで、どんな新メニューになるか楽しみですねということで、はい、ぜひ出来上がって、北信越、確か富山ですか、FC 北陸はね、トラモントさん行ったら食べたいですねという、はい、みんなぜひ注目してあげてくださいということで、次、先ほどの四国リーグの開幕戦というかね、昨日行われた、四国リーグは10チームなんですが、1試合、だけは、あ、8チームです、失礼しました、全8チームによるリーグ戦なんですが、1試合だけ FC 徳島と、リアマスコーチの試合は順延しております。かなり先の、これ最終節ぐらいですか、9月21日はね、なので3試合行われました。皆さん見ていただいていると思うんで、はい、これが、今シーズンの四国リーグのいわゆる1試合目というね、第8節となってますが、いわゆるもうこれが1試合目ということで、はい、まあまあ順位表はまだ出しませんが、はい、四国リーグがこれから全多分7試合やるんですかね、後期リーグ分なのかな、はい、非常に短いリーグ戦になりますが、リーグ優勝を決める戦いが四国からスタートしておりますということ、はい、それでは本日のオンライン出演インタビュー、いよいよ JFL のクラブの方が登場ですということで、皆さんに見ていただいてます、ビアティミエ広報和波さんでございますということで、1980年三重県生まれというね、まさに地元出身の方が、もともと、まあ私なんかオールドファンなんで、もうコンサドーレ札幌で大活躍してた和波選手というのがイメージでありますが、生まれ故郷のね三重県に戻ってきて、今度はビアティンの選手として現役復帰するというのが、こう今皆さんの、プロフィール画像で皆さんには見えていると思いますが、とにかく、やっぱりいかに今のこのビアティンにね、今年からフロントに就任してますが、やっぱ和波さんの思いというのがいろいろ詰まってるに違いないだろうということで、早速ご本人からに登場していただいてお話聞きたいと思います。和波さんです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。この度はありがとうございます、ご出演いただいて。いえ、こちらこそありがとうございます。
このオンラインインタビュー、いろんな現役選手が出ていただいたり、クラブの、マーケティングをやってる方や、監督、あとは伊勢志摩の理事長である小倉さんとか、もういろんな方々たちが、このはいはい2020年はい。の特に3、4、5とこうコロナで止まってしまったこうサッカー界を、今何を感じて、これからどうしようと思ってるかみたいなことをテーマに聞いてまして、で今も6月の中旬に入りまして、JFL の方も7月の19ですかね、確か、そうですね。ね、いよいよ1ヶ月に迫ってきたんで、まあ、ここからは JFL のクラブが今までどう感じてきたかみたいなことをテーマに聞かせていただきたいなと思ってるんですが、その前に和波さんのお話なんですが、和波さんの個人的な話なんですが、コンサドーレで、プレーして、最後2007年ですよね、J リーグ通算200試合以上出場したという、一回引退した後ですね、地元に戻られて、三重で、お店を開いて、そして2013年から三重県リーグの当時2部、三重県リーグ2部のビアティン FC に、加入して現役復帰するというですね、まあなんてドラマチックな ことなんだろうと思って、そこら辺のちょっと当時のエピソードから実はお聞きしたかったというのがあるんですが、どうですか、そうですこね。の。一度引退した後、もともと3部かな、3部にできて、三重県3部で戦ってるビアティンがあって、その2部に上がった時に、お話いただいたんですけども、三重県に J クラブを作ろうという、そういう熱い話を聞きまして、そんなクラブがあるということで、僕の方に話をもらったので、一度練習参加しようかなということで、参加してみたら、蓋開けたらこういう元気復帰と、いうことになったんです。最初はちょっとこう、リハビリって言ってほどあれじゃないですけど、別に体が壊れてるわけじゃないですけど、ちょっと運動不足の解消も兼ねてボール蹴ろうかなみたいな、そんな軽い気分だったんじゃないかなと思ったんですけど。J クラブで活躍した選手がね、何人かちょっと戻ってきて、契約したっていうのもあったので、その選手たちが、ちょっと一回参加してほしいということで、声かけてきたので、後輩たちなんですけども、それも断るね、わけにもいかないしということで、最初はそんな感じで、練習に参加してたんですけど、やはり平まあ日トトトの、ンと、ね、平日の夜に練習して、週末、土のグラウンドで試合するみたいな環境だったと思うんですけど。ビアティの場合は朝練習だったんで朝すよ。練だったんですね。それからみんもうな仕しっかり事に朝行くっ練てい習しう。て、まだね、仕事に行く選手たちっていうよりも、JA から来た選手が5、6人で練習してた。まだそんな、その少人数でってことですね。で、週末に働いてる子たちがそこにプラスアルファ何人なかる来ほたっど、なてるいほど。う。いや、あるあるですね。県リーグ、地域リーグあるあるですね、それ。もうある程度若いね、ちょっと練習しなくても動ける子たちが、何人か来てくれて、僕たちで試合してるっなてるいうほど、な感るじでほど。すよね。結構その県2部から1部東海っていうのは、トントントンと毎年順調に昇格していったなっていうのが、歴史年表だけ見るとそうですが、実際やっぱりなんか、そうですね。県リーグ、東海リーグは、苦しい戦いもなく、パッといけたっていうところはありますね。やっぱりカルチャーギャップをいろいろ感じたと思うんですよね、やっぱり J1、J2、いろいろ経験してる選手からするとね、社会人リーグってこうなってるのかっていうのはたくさんあったと思うんですけど、なんか一番のギャップを感じたことってはその時代を振りもう返ると何がありま楽しすかっか？たですよ、楽しかったですよ。すべてにおいてね、僕は一回引退したので、こんな、言ったら懐かしいというかね、学生の時のような気持ちでサッカーができるのかと。しばらくやっぱりね、もう本当に、もう戦いというか、ね、チーム内も戦いだし、ね、職業になってたわけで。もうね、チームメイトがライバルで蹴落とさなきゃいけないみたいなね、そういうそメンれタリがティもうでサッ本当カーにやっまてるとた、は違いますからね。
そう、また土のグラウンドで ね、そこで着替えてとか。本当にサッカー好きなやつと一緒にボール蹴って追いかけようみたいなのね。そうそうそう。ただやっぱり、ね、対戦相手の、はい、の人たちも、うん、やっぱサッカーが好きなの。そうですよね。なんていうの、サッカーが好きでみんなこう動けなくてもやってる姿。やりたいですよね。いやもうこれが、そう、これがまたなんか嬉しくてね。やっぱりそういうのをこう、うん、30代真ん中に差し掛かってからまた味わうっていうのは、うんうんうん、いろんなそのこのサッカークラブってサッカーってなんだろうっていう、こう価値観を改めてこう変えるきっかけにもなったのかなと思って、わなみさんにとって。いやー、そうですね。やっぱりなんかこうサッカーってなんかもう広いなというか、うん、奥が深いなというかね、はい。うん、ただでさ、まあ、僕が入団した時なんてやっぱ J1 しかなかったんですよ。そうですよね。うん、今平塚に入団したんですけど、最初ベルマーレですもんね。それが、そうそうそう、その後 J2 が、それがもう、はい、うんうん、そうなんですね。だからそれがね、今ではこんなたくさんのリーグ、まあ本当はっきり言って知らなかったわけですよね。 JFL とかあんまりこう興味が自分の中でこう、はい、なかった世界、ね、当時2000年代のね、そう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 、 J で活躍してる選手にとってはね、うん、地域リーグとか JFL の存在さえもおそらく分からなかった、うん、当然レギュレーションがどうなってるかも知らないみたいな。で、来てみてびっくりってことですよね、要はね。そう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 、こんなになってるかっていう、こういう世界もあるなっていうのがね、はい、本当は感じたし、うん、まあ本当楽しかったですよ、うんうん、なんでやっぱり三重県からやはりすべてにおいて楽しかった、ね、三重県から J クラブを作りたいっていう思いから、うん、ビアティンっていうのは誕生してるわけですけど、うん、やっぱり働きながらサッカーを頑張る子もいて、まあ、対戦相手にもみんなサッカーが好きだから、うん、この県リーグや東海リーグ一緒に戦ってて、うんうんうん、やはりこうビアティンとしては、ね、あの地域リーグで止まることなく JFL に行くんだっていう、一番多分苦労されたのが最初の JFL 昇格だったんじゃないかなと思うんですけど、いやー、やっぱりこんな大会があるんだっていう感じですよね。特に前者と地決ですよね。うん、いや、これはもう麻痺麻痺麻痺、体がもう麻痺状態でね、最後まで戦うっていうのは、これは世界一本当過酷な大会だなっていうのはね、はい、思いましたよ。当時ワルさんが36歳ぐらいですよね。うんうんうん、そうですね。ぶっちゃけ3日間連続とか無理ですよね。36歳のアスリートがやる話じゃねえだろうって思いますよ、ね、いい経験しましたよ、本当に。やっぱり脳みそ、うん、ね、脳みそがね、こう疲れちゃって、そう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 、ね、そう、戦えなくなっちゃうっていうのがね、そうそう、ね、いかに麻痺させて、はい、またフレッシュな気持ちに朝持っていくか、はい、筋肉にこういかにこう、ね、脳が麻痺させるかとか、いや今日は初戦だよっていうね。そうですよね。そう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 。それはそれをかあの、うん、体験した、うん、体験してる自分と体験してない自分では全然、そのこれからこうビアティンに入ってくる選手たちに伝えることっていうのは、うんうんうん、多分全然違ったんじゃないかなと思って、このクラブの歩みをね、うん、確かに歩みをこう選手としても味わってて、今年からフロントになってるっていうのは、うん、単純にその、うんうん、その時代を知らないでフロントになってるんじゃなくて、その時代をまさに味わってるっていうね、うん、貴重な存在だと思うんで、渡辺さんの存在っていうのは、まあ、うん、まあ自分が伝えていかないといけない立場、はい、かなとは思ってますよ ね、 本当にね、うん、あとですね、これ経験したくても経験できないですからね、はいはい、なかなかそうですよ。そうそうそう、いかに、うん、これからまだまだ地元から J クラブを誕生させたいっていう思いを持ってる、うんうん、クラブの方ね、他の地方にもいっぱいいるんですけど、はいはい、やはり、うん、レギュレーションだけでも大変だと思うんですよね。まず うん、J3 行く前に JFL にならなきゃいけないわけですし、うんうん、ただのスローガンだけでポンポンポンと生きるほど簡単なことは一つもないわけじゃないですか、うん、そうですね。だからやっぱりこのビアティン三重がこれからどんなクラブになるべきなんだっていうことをひしひしと選手からフロントになった、このちょうど2020年もいろんなことを渡辺さんが考えてらっしゃると思うんですけど、うんうん、一番思うことは何ですかね、このこっから先はどういうふうにありたいのか、自分はどんなことをしたいなっていうのは。まあやっぱり、まあ、どのクラブもそうでしょうけども、はい、J リーグのクラブを見ても、はい、
まあ、僕が経験したクラブを見ても、はい、やっぱりねこう勝手に J リーグに上がりました、うん、じゃあみんな応援してください、まあ、そういうクラブではなかなか、うん、ね応援してもらえ地域に根ざせないっていうところがあると思うので、うん、やっぱり一番大事なのは本当に地域の皆さんと一緒になっていろんなことで盛り上がったり、一緒になって喜び合ったり、まあそういうクラブでないと、あこの先、そういうクラブが本当に地域に大事にされるとかね、地域の方に応援される、まあそういう時代になっていくと思うので、はい、まあ、僕は当然三重県出身で、ここのいなべ市出身、近くの出身なので、はいはいはい、やっぱり企業、ね、スポンサー様だったり、はい、地域の皆さんにいかにしてこうこのクラブがね、応援してもらえるかっていうのを常に考えながら、うん、まあ、行動していくっていうことが、まあ、僕に求められてることかなというふうに思うので、はい、うん、まあ、そういうところでね、まあ、自分の力がね、うまく使えたらいいかなと思ってますけどね、うん、やはり三重県で生まれて育った子供たち、うん、まあ、いずれ皆さん大人になっていくわけですが、はい、ボールを蹴ってる人であろうと、うん、別にサッカーに携わってない子であろうと、うん、最終的にはやっぱり三重県、まあ、桑名市中心のクラブ町だと思うんでね、この町愛してるし、うん、やっぱビアティニーがあるからみんながつながり合えてるねみたいなのは、中には現役の選手になってね、それこそ J3 のビアティミラーで、ね、うん、初めて地元出身の選手がね、昔ジュニアユースにいたあの子がいよいよプロになったなみたいなこともすごくいい出来事になると思いますね、うん、やっぱりそれが、ね、一番ベストな、うん、ね、まあ、育成からこのクラブに力を貸してくれる選手がね出てくるっていうことが一番いいことだと思うので、はい、ね、そしてまたお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんが、ね、こう応援してくれたりね、やっぱり地元の選手がねここを目指して頑張ってくれるのがやっぱり一番目指すべきところなのかなと思いますけどね、うん、私もいろんな地域のいろんなカテゴリーのいろんな地方都市のクラブを今までも見てきてですね、うん、でまあ、個別具体的にどこかという話はあえて伏せますが、うん、やっぱりただ単純になんか、はい、合成的に、サッカークラブが誕生しましたから応援しますでは、うん、住んでる人の心にやっぱ響くものがなくて、逆にそうですよ、ね、サッカークラブが一体街にはどんなことができるかということをちゃんと打ち出しているクラブが本当に必要とされるし、うんうん、本当に愛されるというのはそのサッカークラブの昇格頑張ります J 目指しますだけでは、うんうん、多分地域の人は振り向かないと思うんですよね、絶対無理ですよね、うん、そうなんですよ、ビアティはそれをそうだから、うん、そう、うん、それをちゃんと具現化するしたいんだというコンセプトがクラブにあるんじゃないかなとは前々から思ってそうですね、はい、そうだからまあそれをやっていくのはまあ僕たちだと思ってますから、はい、やっぱりここの生まれ育ったところにそういうクラブがあれば、どれだけ素晴らしいことかっていうのは、うん、まあ僕が所属したクラブの子供たちを見たら分かることなので、うん、はい、ね、キラキラした、こうギラギラした目の子供たちを、うん、やっぱりここの町にもね、みんなを、そういう子たちを作りたいなっていう思いが ね、うん、やっぱり伝わらないといけないですから。うん。で、100年構想クラブになったっていうのも今年のニュース、2月のニュースではありましたが、はいはい、いよいよ東院町の、競技場をね、うん、改装が終わって、そうですね、改修終わりました、はい、クラブとして整え始めた環境が徐々にですけど整え始めたなというのがちょうどこの2020年というのはそういう年なのかなと思って、そうですね、本当に地域の皆様のお力添えもあったりしてですね、まあ僕たちだけではなかなかできないことを本当にね、本当に力をたくさん貸していただいてまして、まあこのカフェなんかでもそうなんですよ、今そうなんですよ、もう和野さんがご出演いただいてるまさに場所が今月オープンしたばっかのボールカフェですよね、そうなんです、はい、もう朝スタのもう本当すぐ近くにね、こんな
素晴らしいカフェがあるんでこすれは結よ。局は町の人たちの力がなければ誕生しないわけですからね。そうです、そうです。そうなんですよ。だから本当にこう、雰囲気作りというかね、J に向かって、周りの方がね、こう、力をたくさん貸してくれてるなっていうのはすごく感じますよね。ね、だうん。からこう和野さんが現役を終えて今年からはい。フロントになるっていうのはいろんな人の思いをねこうつなげ合ったりね、街の人とサッカーをちゃんとつなげようとか、多分そういうミッションが和野さんには課されてるのかなとはうん。そう思でいすまよす。ね。ちょっと、肩が。肩が いやいや、本当にそうですよ。僕に何ができるかって、まあそういうことしかできないので、ね、選手の時とはまた違った形でね、チームに本当に貢献しないといけないと思ってますね。うん。最後の質問なんですが、ポイントでもあるんですが、この日本サッカーがはい。2020年、まあ、主に3月、4月、5月ですね、まあ、非常事態宣言あったのが4月上旬ですけど、一回サッカーはい。が全部止まるっていうことが起きましたと、うん。当う然、ん。ビアティ三重のチームの活動も一切止まった時期があったと思うんですが、はい。JFL も開幕せずに、いよいよ1ヶ月後、7月19日から開幕ですか、この3、4、5、6、約3ヶ月強、和田さんが何を感じて改めて気づいたことありますか、このサッカーが止まったこと、JFL が始まらないこととか。そうですね。もう、まあ、こういう状況はね、世界中どこでもなので、もう仕方がないと言って、まあまあ割り切るしかないんでしょうけども、まあ、まずは健康であることですよそうね。ですよみんね。なが健康の中で、こういうスポーツが成り立ってるっていうことなので、まあもう本当にね、再開した時に、いかにやっぱりクラブとして、こういう情勢の中の、まあ、地域の皆さんを元気づけられるか。まあ、地域を、もね、ビアティ三重が、スポーツが、サッカーが、いかに、元気にできるか。まあ、そういうところが一番、これからポイントになってくるかなと思ってるので、なかなかこう人と人とがね、こう接近できないみたいな、まだ制限がしばらく続く、このコロナというか、まあ、あれが収束するというのはまだ十何ヶ月もかかるだろうと言われている中でですね、やはり、人と人とがこうつながり合うのが、ある種サッカーがあるからこそできることだっていうのが片方にはありまして、こうどうそれをうまく、これから何ができるかっていう具体的なことで言えばですね、多分 JFL もまだしばらくは無観客でやるしかないというのは私も聞いてるんですが、やはりサッカーがあるから人と人がつながれるんだということをね、これからもずっと続けなきゃいけないっていう、そうですよ具ね。体的には何ができるだろうって、なんかありますか、今年のこの夏、秋、冬。まあ、これは、まあ、J リーグでも本当に探りながら、いろいろ考えながら、まあ、その環境に応じたことをできる限りのことでやっていくと思うんですけども、まあ、JF は、まあ、そのね、J リーグを見ながら、またこう、いいところを吸収したり、まあ、これだったらで、ね、みんなが喜んでくれるんではないかっていう、もう本当に、できる範囲のことを最大限に、応援してくれるみんなと、クラブと、どうすれば、こう、つながれるかっていうことを本当にこう、考えながらね、やっていかないと、やっぱり離れていっちゃうと思う。これ多分、この番組見てる人たちが想像する以上に、皆さんが想像してる以上にもっと必死に考えなきゃ、なかなかそう簡単には出てそうこなないんんじでゃすないけかど。なと思って、そうそうそう今こそそう。問われて、サッカー地域にあるサッカークラブの存在って何なんだってことが本当に問われるから。そうなんですよ。だから本当にこうね、みんなが来てもらえるようになった時には、どんなことができるんだ、みんなをどう元気づけられるかっていうことを、やっぱり常に考えて行動しないと、なかなかね、やっぱり、サッカークラブの価値っていうのがね、認めてもらえない時代になっていたと思うので、ただぼーっと毎日サッカークラブが過ごしてると、どん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 こう
忘れ去られるというか、必要、そうなんですよ、はい、必要じゃなくなっていく、ね、存在になっていく、そうなんですよ、それではいけないじゃないかっていう、うん、はい、そうだからね、もうこのタイミングはもう仕方がない、はい、まあ、僕たちも J3 に上がることが目的ではないので、はい、やっぱり地域が元気になって、うん、いやビアティンがあるから、いやこんな毎日週末寂しいよねとか、そうですよね、そう、まあ、そういうね、クラブにしていかないといけないので、まあこれ新しい形をね、いろいろ考えながらやらないと、まあそういうのがね、なかなか難しい時代ではありますけども、まあ少しでもね、地域の皆さんにこう喜んでもらうような存在になる知恵をね、うん、本当にこう毎日毎日休まずに考えるっていうことが一番必要なのかな、うん、まあ具体的にこうね、何っていうのはまだなかなか出せないんですけども、そうですね、うん、ただ一つ、まあ、そういうこう、はい、一つすでに今和波さんがいらっしゃるそのボールカフェという存在は、試合がない時でも人と人とかこうちゃんとコミュニティとして存在できるっていう一つ具現化した形なのかなと思いまして、そうですね、もう忘れないためにここのね、みんながここに来たらですよね、もう勝手にいろんなね、社内サポーター同士でもね、こう熱く何かこう語ったり、ね、ね、こう喜び合えたり、そういう場であってほしいなと思いますよね、はい、こういう場っていうのは。だからやっぱ、うん、ビアティミングがあるから、そういう、人と人とがコミュニケーションを取りたいきっかけや場が作れるっていうのがね、うんうんうん、一つ一つ、うんうん、今は まずはこのカフェを作っていただいた方の、ね、ご協力ありましたが、うん、いろんな街の中でね、うん、で試合に無事皆さんが来れる日が来たら、またあの東院町で2000人3000人って人が集まってほしいですよ、ね、うん、そうですね、うん、でまたね、こんなにサッカー来れるってよかったんだってね、うん、また思ってもらえるような、うん、まあ、スタジアム作りだったり ね、クラブ作りをしていかないといけないなと思いますよね、うん、つまり町の人にはビアティンのファンの人にはしばしまだ我慢してもらわなきゃいけないですが、はいはい、必ずそういう日が来る、うん、そういう日が来た時にしっかり、ね、以前よりも元に戻るどころか、以前よりも皆さんからの思いが ね、集まるような、うんうん、そういうことを多分和波さんは毎日必死に考えていくんだなというのが、いやいや、もう毎日毎日もう新鮮 で、ね、はい、早くね、まあもうみんなと会いたいのはねあるんですけども、うん、まあ、本当に会える時にはまあ爆発したいなと思いますよ ね、 うね、うん、2020年フロント1年目になった年がまさかサッカーが一回止まるとはっていう、多分、うん、和波さんの人生にとっても忘れられない、うん、2020シーズンになると思うんですよね、そうですね、うん、また23年、本当にそうですね、2025年になった時にね、うん、あの時2020年にあれだけ必死に考えて、やっぱり2023があるな、2025があるなというふうになることを、そう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 、私なんかも願います、うん、はい、そうですね、まあ僕もそのいろんな選択はね、今のうちに増やしておいて、はい、またね、こうこの先ビアティンってこんなこともするんだよっていうのがこうね、はい、いろんなことをみんなに、ね、楽しんでもらえたら嬉しいなと思いますけどね、はい、私たちのような伝える側もたくさんやるべきことがあるなと思ってるので、はい、今後とも何か、はい、今度はまた東院町の方に行った時にはまた、ね、ぜひぜひビアティのね、というかこう、ま、町の人たちのね、あれを伝えない、はい、伝えたいなと思いますので、よろしくお願いします。改めてよろしくお願いします。すみません、本日は長い時間お付き合いいただいて、いえいえ、楽しい時間をありがとうございました。コンサドーレ時代のファンの人含めてみんな今喜んでると思いますよ、和波さんが。いやいやいや、元気に、ね、頑張ってるんだなって、はい、もう元気ですでは三重に来てください。そうですね、ぜひ ね、 ね、また来れるようになったら、うん、いい街ですから、はい、本当に行ってほしいなと僕も思います。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それではお電話切らさせていただきます。はい、ありがとうございました。失礼します。失礼します。はい、というわけで、ビアティミエ広報和波智博さんでございました。それでは、お二人目の、ご登場です。高知ユナイテッド SC のフォワード背番号19番赤星選手でございます。
サッカーファンの方、高知ユナイテッドもご存知だと思いますが、今シーズンから2020シーズンから JFL、初年度、1年目を戦う高知ユナイテッド、まだリーグがまだ開幕してないので、高知の試合を今シーズン誰も見れてないですが、今シーズンから、高知に加入しております赤星選手、今皆さんには、赤星選手のプロフィール画面を見ていただいてございます。1997年生まれ、熊本県出身ということでね、地元の高校から、江戸川大学というですね、確か千葉県の大学でいいんですかね、大学でサッカーでプレーして、昨シーズン2019シーズン、いわき FC、 当時東北一部ですがいわき FC に加入してますと。そしてもう皆さん記憶に新しい去年の11月、地域 CL で、赤星選手もゴール量産してね、このいわき FC の JFL 昇格に大きく貢献して、そしてなんと同じく昇格したいわき FC と同時に昇格した高知に移籍するというですね、なかなかのドラマチックなこの 2,3 年間だけを捉えても、ドラマが多い赤星選手なんですが、早速ご本人に登場していただいてお話聞きたいと思います。赤星選手です、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。お久しぶりです。あ、どうぞどうぞ、すみません、自己紹介邪魔しました、すみません。はい、コーチネットと SC の、赤星佳山です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。あの週明けイレブンという番組が毎週月曜日放送してまして、はい、JFL や地域リーグの情報もずっと伝えている番組なんですけど、去年はあの東北リーグの開幕戦の、いわき対女川戦もこの番組で取材させていただいてて、あの時は赤星さん確か先発でしたね。そうですね、一応出させていただきました、ね、もうあの、はい、加入早々初のね、はい、初ゴールが赤星さんでしたね。そうですね、開幕で入れさせていただきました。よく覚えてます。はい。なんか2月のハワイの、確かあれはキャンプというかね、あれを経て、はい、まだなんかあんまりチームに慣れてないみたいなことを当時3月のあの試合後のコメントで私が横で聞いてて、それは覚えてるんですが。そんなことも言ってましたね、多分。はい。で、まあ、あのサッカーファンの人にはですね、もう一番記憶に新しいのは去年のチャンピオンズリーグの秋田の2カホの3試合と、J ヴィレッジの3試合の、ね、6試合で、赤星先生、最終戦だけ、J ヴィレッジの3試合目だけ怪我で、ベンチ外でしたが。まあ、一応3試合目出て、怪我してこうで。3試合目で怪我ですね。そうです、3試合目で怪我です。だから5試合ちゃんと出てて、最後ね。まあ、でも、あの2試合目が終わった段階で、ほぼ昇格が内々決まったんでね。はい、無理せずっていうかね、あれでしたね。無理せずっていう感じでしたけど、3試合目出て、そこで骨折してますからね。ですよね。何やってんのかなって。ただ、まあ、私もあの秋田の3試合と J ヴィレッジの3試合、すべて見てるんですが、まあ、赤星選手のゴールラッシュが。いやー、まあ、そうですね。止血はいつもより得点取れましたね。ね、そこにいるべき時にそこにいるよねっていう感じで、必ずなんかボールが来ちゃうんですよね。ですよね。はい、あれは非常にあの短期決戦の大会をですね、勢い持って進むにはものすごいやっぱり大きな仕事だったなと思って、ちょっと懐かしい話かもしれないですけど、あのチャンピオンズリーグ、はい、赤星さんはどういうふうに感じてたのか、はい、振り返ってみていただいていいですか。どんな気持ち、どんな感じだったですか。初めてだったと思うんですが、いわきとしてもなんか初めてのやっぱ地域 CL だっていうのは聞いてたんで、うん、僕ももちろん経験したことないですし、うん、ここでどう、なんか結構短期決戦で、うん、本当キツキツのあのスケジュールだったんで、どういう戦い方をするのかっていうのが分かんなかったんですけど、うん、とりあえず結構チーム力とかが大事っていうのを監督も、はい、まあ、当時の監督も
行ってらっしゃったんで、はい、田村さんよくおっしゃってましたね、うん、そうですね。だからまあとりあえずチームのためっていうのを意識して戦ってました。非常に年齢層、平均年齢が非常に若いチームで、そうですね、スピードとタフネスさ、はいはい、全てにおいて兼ね備えたチームだったな。そうですね、そこがもうチームの持ち味っていうか、もうアグレッシブさっていうのがやっぱり強みですね。いわき FC の時はチームとしても日頃 の筋トレメニューがすごいっていうのは、割とサッカーファンで有名な話ですが、赤星さんもかなりいわきのトレーニング施設ではハードなメニューやってたんですね。もう筋トレずっとやって、もともとあんまり体は太くないんですけど、そうですよね、まあ、今もそんな太くないんですけど、まあ、ちょっと変わったかなっていう印象はあります。あれだけやっとけばそれ変わりますっていうね。でもやっぱり自信ついた感じじゃないですか、1シーズン通してね、自分の肉体もそうですけど、こうサッカーに対するあれも非常に自信も持てた2019だったんじゃないかなと思って。そうですね、まあ、いろんなこと経験できたんで、うん、結構今後の自分の糧にはなると思いますね。それでですね、はい、それでは、はい、チャンピオンズリーグの決勝ラウンドで対戦したコーチユナイテッド。そうですね、対戦第1戦ゴールも決めましたよね。決めました、2点決めました。そのコーチユナイテッドに移籍するというですね、もうサポーターとかファンの方々からすれば なんだと何者なんだかなってびっくりしました。私たちのような追いかけてる側もそうですよね。まあ共にね JFL に昇格したのでね、はい、いわきもコーチもね、赤星さんとしても JFL でプレーするっていう意味ではあれなんですけど、まあそれにしても電光石火の移籍っていう感じだったんで。電光石火ですね、まさに。あの時赤星さんは何を考えて、なぜコーチに行こうと思ったかっていうのは思いを聞かせてほしいんですか。まあコーチに行こうと思ったきっかけもやっぱり、まあ、今監督である西村さんの存在っていうのがやっぱ大きくて、はい、まあ、僕その決勝ラウンドの3試合目で怪我して、はい、それから怪我したことなかったんですよ本当。あ、今まで初だったんですね、ああいう大きな怪我、はい、だからどうしていけばいいのかなみたいな、結構今後について悩んでて、うーん、でその時に西村さんからちょっとご連絡いただいて、もともとこのチケツの3試合目の終わった後ぐらいにちょっと初めてお話はしてたんですけど、ちょっとあの表彰式がねあって、そう、ね、松葉杖ついてましたもんね、あの時松葉杖でした、はい、ね。まあ、その時本当西村さんのことを知らなくてただコーチの相手チームの人だみたいな感じですよね。そうですね、はい、いや最初コーチっていうのも分かんなくて、はい、なんか係員の人かなと思ってぶっちゃけた話ね面白いです、はい、はい、それでもう後々いろんな話聞いたら、あのそんだけコーチユナイテッドの GM をやった方だっていう話聞いて、はい、でそれからちょっとそのご連絡いただいて、うん、その結構話聞いていったら、まあ、監督としても結構指導歴とかも結構すごいですし、はいはい、話聞いていくうちに結構リスペクトできる方だったので。なるほど。でいろいろこう、まあ、怪我もあったし、はい、怪我をどう、ね、回復してこれからも2020シーズンもどう自分はサッカー選手のキャリア上げていけばいいんだみたいな、こう自分一人で考えてるとなかなか悩むところを割とクリアにしてくれた方だった感じですかね。はい、でぜひうち来いと、もう、はい、来いって言われたわけですね。そうですね。それでもやっぱそれ決めてですね。やっぱ一番のこの中で。実際1月からですか、コーチ暮らし始めたのは。そう、1月の中旬ぐらいからコーチに住み始めて。怪我はいつまでかかったんですか、その怪我が治るまでっていうのは。本当復帰したのは本当コロナでその自粛する本当前ぐらいに。あ、じゃあ3月ぐらいまでは
割と全然チーム練習にも参加できないぐらいの感じだったんですか、怪我の感じ。半月ぐらいにその完全復帰っていうか、部分復帰はちょっとずつしてたんですけど、なるほど、3月に完全に復帰したところで、そのコロナのあれがあったんです。ちょうどというか、止まってしまってね、そうですね、少しオフが長くなるみたいな感じでね、だんだん逆に焦らずにこう怪我を、ね、ちゃんと治そうという時期にもなったのかなと思うんですが、はい、いわき福島県、はい、東北じゃないですか、はいはい、高知四国、はい、超あったかいじゃないですか、多分暮らすのも初めてだと思うんですけど、はい、そうですね、まず高知に引っ越してみて、町含めて暮らしどうですか、こう多分今寮生活だと思うんですけど、はいはい、いわきとは全然違う環境だと思うんですけど、はい、まずやっぱその飯塚さんおっしゃった通り、まずあったかいと暑いっていうか、もう暑いですよね、天候の変化がすごいですね、暑い、いわきの時は、まあ、東北だったんで涼しかったんですけど、うん、やっぱり暑いんですよね、こっちは、うん、で、街並みはまあどうなんですかね、自然が多いですなんか山が食事とかどうですか、食べ物とか食事そんなね、なんか高知らしいっていうものを食べてないですよ、ね、まだ食べてないですか、食べてないですね、高知ユナイテッドの寮のご飯は有名なんですけど、はい、サッカーファンには、あ、寮でご飯は食べるんですか、一緒にチームメイトと、まあそうですね、たまに食べますね、まあでもその料理が一番美味しいじゃないですか、そうですね。しほみさんがね、もうアスリートフードマイスターですからね。はい。もうレベルがね、高いんですよ、もう食事の。そうですよね。あれ、本当私、見るたびに話聞くたび、羨ましいな、その食事食べれる選手たちと思って。いや、もう完璧ですね。コーチの街並みはもう自然が多いですし、割とサッカーに集中する環境って言えば、はい、いい意味で言うと、そうですね。ですね。はい。もう、山もありますしね。ね。はい。海もありますしね。海もあります。何でもあります、ね。生まれが熊本なんで、ややこうね、はい、九州の熊本と割と、はい、温暖な気候っていう意味では近いのかなと思って。そうですね。結構似てるところがあるっていうのを感じます。はい。チームメイトとは、もうすっかり、もう今6月ですから、慣れたと思うんですけど。はい。移籍して、そうですね。どうですか、チームの雰囲気的に。結構チームは全員結構仲良くて、うん、僕も最初怪我してたんですけど、うん、まあいろいろまあこの地域 CL とかでも対戦したっていうのもあって、そういう話題とかいろいろと話しかけていただいて、ね、2ゴール決められた相手ですからね。印象に残っているところか。最初行きづらかったですけどね、ちょっともうすぐ溶け込んだんですね、じゃあみんなと。そうですね、はい。で、3月から本格的に練習復帰して、本格的な 100% の状態で復帰して、そうです、はい、実際これコロナがね、サッカー界が全部止まるってことが 3,4,5 とずっと続いたんですが、はいはい、この期間、赤星さんにとってはどういう日々でしたか、この 3,4,5 というのは。そうです。もそもそのそんな2ヶ月も休むっていうことがなかったんで、今まで、うん、そのいきなりその練習やれないっていうことになって、うん、どうしようかなと思ってて、まあ、怪我をまあちょっと完全に治すっていうのも考えたんですけど、うん、まあ、やっぱりなんかその心肺機能であったりそういう、うん、体をなまらせたくないっていうのが僕あったんで、はい、だって2019年の時はあれだけのハードな筋トレとか、はい、いろんなものをやってたから、ものすごいギャップですよね、それって。そうなんですよ、だから それで結構焦りっていうのがありましたね、うん、最初は。どんなふうにそれをこう、そのストレスを解消していったんですか。はい、いやもう自分で、まあ、あんまりその集団でやるのもあれなんで、はい、一人、まあ、後輩がいるんですけど、はい、後輩連れて山走り行ったり、おうおう、この近くに公園があるんで、そこで、まあ、土なんですけど、そこでサッカー結構し
したりして、うん、まあ、なんとか本当にあんまり休まずにずっとやってましたね。なるほど。まあ、とにかく、こうフィジカルをちゃんと上げていく、キープしていくっていうのは、はい、そうですね、割と、にも、はい、これレベルアップしようかなみたいな。なるほど。基本的にはしかもそれを自然の中でね、自然の中です。自然を利用させていただきます。今まで去年はあのこう整った施設の中でね、いろんなマシーンの中で囲まれたけど、はいはい、今年の上半期は野山を駆け回るぐらいの。そういうことです。真逆ですね。なかなかあのやっぱりこうやっぱ環境、いろんなものが劇的に変化したなっていうのが今の話だけどもよくわかります。もうガラッと変わりましたね。あの JFL やっと開幕、7月19日からちょうどあと1ヶ月後ぐらいですが、はい、チームの練習はもう6月から普通に全体でピッチで集まって練習はできている感じですか？はい、できてますね。もうやっとできるって感じです。もうやっとチーム全員、まあ、最初はグループ3グループぐらいに分けて練習やってたんですけど、はい、まあ、それから練習再開して3週間ぐらい経ってやっと全員で、うん、練習できたっていう感じですね。あと4週間ぐらいですけど、まあ、今の開幕まで4週間前で、ちょうどあれですか、これから練習試合とかいろんなものをこう紅白戦も含めて、はいはい、そうですね、戦術的なこともこれから上げていこうっていう感じですかね。今ちょうどそういうタイミングですか、ね、そうですね。まさにその戦術面とかゲーム感っていうのがやっぱりまあちょっとかなりね、はい、ゲーム感っていう意味では半年8ヶ月ぐらい皆さんないですもんね。そうですね、はい、だからそういうのを戻していって、その戦術面とかをチームで共有したり、そういう時期になりますね、これからは。改めてこのコーチ、あと1ヶ月で、はい、コーチユナイテッドの試合始まるわけですが、赤星さんの個人的な目標でもいいので、あ、逆にこう今見てるコーチのファンも見てます、多分いわきのファンも見てると思いますが、はい、個人的な目標はやっぱりもうフォワードなので得点をっていうのをやっぱり目標ですね。はいはい、チームとしては初めての、まあ、僕も JFL 初めてですけど、チームとしても初めてのあれになるんで、はい、どういう戦いになるかっていうのは、まあ、全く予想できないんですけど、まあ、とりあえず勝ち星をどんどん積み重ねて、うん、少し上位に振り込めたらいいなと思いますし、そのやっぱいわきとの対戦もね、ありますので。いわきの対戦はやっぱ楽しみですね。そうですね、楽しみ。チームメイトとかも多分連絡するんですけど、はい、楽しみだっていう話はしますね。いわきのディフェンダータフですから、はい、強力なディフェンダーいますかね。強力ですから。それは見物です。我々も見物です。そこは赤星さんが 逆の立場でどうするだろうっていう。そうなんですよね、そこはちょっといろいろ策略を練りながら。そうですね。あとなんかこう JFL 初めてこれから迎える JFL のいろんなチーム、はい、いろんなね選手とやれるわけですが、はい、ワクワクするポイントありますか？こう JFL を自分が戦うんだなっていうところは、はい、そうです。もうやっぱり、まあ、先ほども言いましたけど、やっぱ初めてっていう経験なんで、うん、まあ、もちろんレベルも高いだろうし、はい、まあ、本当全選手本当タフな、はいはい、いわきだけじゃないですからね。そうですね、うん、だからすごい自分のダメな部分ももちろん多分出てくると思いますので、やはり東北リーグとは全然違うわけですから。そうですね、ストライカーとしてフォワードとしてどこが通用するんだっていうことがやっぱり一番 そこが楽しみでもありますし、楽しいですよね、まあ、はい、課題も出るだろうと。課題も出ますね。 そこをどう改善し、区間によってやっぱ自分の成長にもつながると思いますね。いや、あのぜひね、コーチでね、はい、ゴールを量産してね、はい、やっぱりいわきからコーチ移籍したのは本当に正解だ、大成功じゃないかってなるように、はい、そうですね、それは
それが一番僕の目標ですね。そう、あと熊本出身ですけど、はい、こう赤星選手のプロフィール読むと、はい、なかなかの何ですか、苦労人というかですね、まあそう、全然そのね、大学リーグでね、なんかこの関東サッカーリーグのなんかね、ああいうとこでっていうわけじゃないじゃないですか。そうですね、全く知らないところから全部来たもんね。すごい、熊本からおそらくこうね、こっちの都心の方に、ね、はいはい、出てきて、はい、やっぱものすごい駆け上がり方ですね、ここまで、まあ、この6年間ぐらいっていう意味でも。そうですね、運よく駆け上がることができましたね。まだ全然あれですけど、うん、だから、なんていうんですかね、熊本の地元の一緒にずっとサッカーやってた仲間、はい、先輩、指導者、はい、いろいろね、熊本の人たちも多分期待してるんじゃないかなと思うんですよね。いやー、まあそうですね、期待してくれたら嬉しいですね、それに応えられるように、はい、ぜひホンダロック戦とかね、テカバジャーロ戦とかね、そうですね、九州である宮崎であるときはね、地元の人とも、はい、地元の人にも見てもらえるといいですね。そうですね。ではちょっと短い時間ですが、はい、赤星さんがすっかり怪我も治って、はい、充実してるってことが表情からも伺えて、はいはい、私たちも開幕、コーチの開幕楽しみです。はい、しばらく無観客だと思うんですけど、また、はい、ね、人々が、はい、サッカー場に集まれるとこになったら、みんなで私も含めて、はい、集まってみたいなと思います。そうですね、よろしくお願いします。頑張ってください。頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。また、はい、では失礼します。はい、はい、失礼します。ということで、コーチユナイテッドの赤星選手でした。それでは次の方いきます。はい、それでは、週明けイレブンオンライン出演インタビュー、続いての方のご紹介です。今皆さんには、プロフィール画像見えていると思いますが、肩書き花巻東高校監督、これ監督って書いてあるんだけど、サッカー部の監督っていう意味だと思います。花巻東高校サッカー部の監督である清水浩也さんが次にご登場いただきます。皆さんに今読んでいただいていると思うので、まずベガルタ仙台から、ね、国士舘を出てベガルタ仙台と、そして、まあ小学校から18歳まで、東京ヴェルディの下部組織でずっと育った人ですから、後にこの津波聡さんが率いるベガルタにとどまらず、2011年からは、当時の浦安 SC、今ブリオベッカ浦安ですが、千葉県一部に、移籍するというですね、その直前までは J2 の東京ヴェルディの選手だったんですが、ヴェルディから浦安に移籍して、そしてその浦安が JFL に昇格するというですね、もう立役者として中心選手として、大活躍してた清水、当時選手です、清水選手はそういう方です。で、2018年、東京23で最後1年間プレーしました。同じく関東一部のね、東京23でプレーして、で今このプロフィールの写真もですね、現役最後の写真です。東京23のユニフォームを着ている、清水浩也当時選手のプロフィールですが、現在は引退した後2019年から花巻東高校の教員になり、そしてサッカー部の監督もやっているという清水さんでございます。さあ、私の前置きは以上で、ご本人を呼びましょう。清水さん、お久しぶりです。はい、お久しぶりです。もう週明けイレブンにはブルーオベッカの選手として、そして23の選手としてもね、何度か試合後のインタビューにも出ていただいたんで、はい、お久しぶりですって感じですが、はい、お元気でしょうか。あ、元気です。
いやいや、硬い表情ですが、硬くなくていい感じですかね、硬くなくていい感じ。もう全然リラックスしていただいて、いつもの、はい、いつも浦安やいろんなところで会ってた清水さんで、普通で構わないんですが、ちょっと先生なもので、そうですよね、2018年の、10月ですか、関東リーグが終わって退団して、はい。そのまま引退して、確かその年の年末年始ですね、18、19のこの年末年始の時に、教員免許をもともと取得していたので、いわゆる就職活動というか、はい。で、私、その年末年始の頃、よく清水さんとちょっとたびたび連絡取ってるので、思い出残ってるんですけど、まず免許の更新しなきゃとか。なんですよ、もうちょっと大変だったんですよね。 今じゃ笑い話ですけど、いや、はい、あの時はめちゃくちゃ焦ってましたね。結構ギリギリでしたね、というね。いや、もう本当にギリギリでした。免許失効したらどうしようみたいなね。で、慌ただしくその岩手県にね、花巻に引っ越すってことになってね、当時千葉のあれ行徳でしたっけそうですね。ね。もう友達に手伝ってもらって、荷物ガーッ積んでね。そうですね。4トントラック運転して友達と一緒に。あれから約1年4ヶ月ぐらい経ってますね。そうでですすね。ね。実際どうですか、2019年の4月から正式にその教員に、高校の教員になって、1年間担任をしながらサッカー部も見ていたということなんですが、2019年1年間をちょっとざっくり振り返っていただければなと思って、まずは。まあ、そうですね。サッカー選手を辞めて、やっぱり毎日サッカーをやる、サッカーが大好きで、自分がプレーしたいっていうところから、サッカーがプレーできなくなるっていうことで、どういうふうに自分がこう生きていくのかなっていうのがすごい不安だったんですけど、まあ、そんな不安っていうものはこう、かき消されるぐらいこう、まあ、充実といいますか、もう新しいことへのチャレンジ、まあ、本当に右も左もわからない状態で、担任もやらせていただいたり、まあ、監督をやらせていただいたりということで、もう必死に生きた1年間というか、まあ、すごい充実していたので、まあ、あんまり私、楽しいっていう言葉使わないんですけど、なんかすごくこう充実してたんで、楽しくやらせていただけた1年だそうっですたかなっか。ていうふうに、思っております。やっぱり指導者と現役はい。のプレイヤーって全然精神的には違いますよね。そうですね。まあ全然違いますね。もう選手の時って、まあそれなりのプレッシャーはあるのかもしれないですけど、まあ自分のことを考えて、もう自分のプレーっていうのを考えれば、まずまあね。いいと思うんですと。まあ指導者になるっていうこと、ましてはまあ担任をやらせていただくっていうことは、まあその生徒を預かるじゃないですけど、この今度生徒の、なんて言うんですかね、どうやったら、まあいろんな生徒がいる中で、この生徒はどうやったら気持ちよくプレーできるんだろうとか、どうやったら学校生活うまくいくんだろうかとか、もう本当にいろんな子がいるので、その一人一人に対してどういうふうな接し方をするかとかっていうのを、かなりまあ気は使いますね。そうですよね。でもそれが新しい挑戦であり、楽しい、まず1年目を過ごせたなという。ちなみにこの今番組見てる人には、花巻東高校といえばみたいな感じで、この花巻東というワードでですね、かなりざわついてると思うんですけど、野球部が有名ですね。いや、もうめちゃくちゃ強いですね。今や世界を代表するピッチャーになりました、大谷翔平選手、あとは菊池雄星選手、菊池選手もそうか。ですね。しかもその野球部の監督は確か佐々木監督っていう方だと思うんですが、なんと清水さんの上司そうですね。お世話になってる上司。もうめちゃくちゃ今お世話になってまして、で、まあ、国士舘大学の先輩でもありますああ、そうし、でしたか。そもそも花巻東高校にお世話になるっていうところで、まあ、佐々木先生と、あとは国士舘大学の今、理事長をやられている大沢秀夫先生ですね、理事長。もうこの
お二方には、はい、もう頭が上がらないです。なるほど、はい、やっぱり学校の先生になろうと思うというか、まあね、サッカー選手を辞めて教員になろうと思ったのも、はい、やはりこの花巻東の存在っていうのが大きかったですか？というか、もちろんその東高校へというわけではなくて、あ、まあ、私自身、まあ父もあの教員だったもので、なるほどなるほど、はい、で、まあ、指導者っていうところにチャレンジする気といいますか、うんうん、そういったものよりかは教員の道にいずれは進みたいなっていうのは思っていたんです、うん、はい、まあ、その中で、まあ、大沢先生からお話をいただいて、はい、まあ、佐々木先生からもうん、こうお誘いいただいたといいますか、はい、その時に2018、19年のこの年末年始の頃にやっぱ、はい、サッカー部の監督もやってほしいみたいな、あれですか、そのどうだっていうか、指導者やってみないかみたいな。もちろんそうですよね。私は、はい、教員だけで勝負するってやっぱりなかなか頭の中でも難しい部分はあると思うので、はい、まあ、この今まで、ずっとこう携わさせてもらったのは、うん、サッカーっていうものを私武器としてやはりやっていかなければ、はいはい、生き残っていけない世界だと思いますし、うん、ちょうどこの監督が辞められたっていうタイミングで、じゃあ後任者を探してて、まあ、そうですね、じゃあ、まあ、タイミングはすごい、もうご縁ですね、それはね。いやー、そうですね。いや、だから今これ見てる人が、いや、まさか花巻東にいるのか、はい、みたいな感じでちょっとこうみんなびっくりしてると思うんですけどね。そうですよね。だからなんかこう皆さんにいろんな意味で最後本来発信しなければいけなかったんですけど、はい、もうとにかくバタバタっていうのもありましたし、うん、まあ、教員になるとやっぱり教師っていうもので活かしていただいてるんで、ね、もう何でもかんでも配信できるわけではないので、なかなかね、この SNS とかね、そういうものをね、学校の先生の立場では使えないっていうのがね、そういう事情があったんでね、はい、はい、サッカーファンからするとね、清水光也さんどこ行ってしまったんだっていう、だけど、だからこうやっていわゆるこれ今日 YouTube の番組ですけど、こうやってインターネット上に出てくるの本当1年半ぶりぐらいですよね。いや、もう、はい、本当そうだと思います。だから友達とか、まあ、かつてのチームメイトとかね、お世話になった人は、はい、皆さんには個別に連絡してるから知ってるけど、そうです、はい、サッカーファンの方、清水選手のプレーを見てた人にとっては、はい、全然その挨拶する場もないままね、はい、すいません、なのでこの場をお借りして申し訳ないんですけどいや、もうこの場を使っちゃってください。もうこの場、今もいえいえ今フル画面にしてるんで、今清水選手のアップ、清水選手と言ったら失礼ですね。清水先生を今アップにしてますが、先週ですね、この週明けイレブンという番組毎週放送してるんですけど、はい、先週東京23の監督になりました、土屋監督、はい、バウルさん。はい、先週バウルさんご出演いただいてて、はい、もう高野さんとバウルさんの歴史っつったら、まあ語り尽くせないいろんなエピソードあると思うんですけど、まあ、最後はね、はい、23でチームメイトとしてプレーしましたが、それ以前のそのね、ヴェルディの時代も含めてね、はい、どうですか、こう古巣でもありますし、チームメイトだった、はい、人が今同じ指導者、今シーズンからバウルさん監督なんですけど、はい、なんか、まあ、まずその東京23というところで監督をバウルさんがやられるということが、まあ、すごい嬉しいですし、うん、まあ、うん、でも早速結果もやっぱ出されてましたし、うんうん、まあ、もう東京カップね、はい、東京カップで優勝して、そうですね、はい、うん、まあ、J リーグで500試合以上出てますし、うん、まあ、結果も出してきた方で、うん、そういう方ではこうカテゴリー下げてでも、こうなんていうんですかね、背中で見せて若い子たちと一緒にふざけたり、トレーニングが一生懸命やったりして、バウルさんがいてくれたから、最後の1年間は、私もすごい苦しい1年間だったんですけど、うんうん、いてくれたおかげですごい頑張れたんですよね。そうですよね。はい。はい、期待しますね、じゃあね、バウルさんの。期待しかしてないですね。同じ指導者みたいな立場ですから、多分連絡取り合ったりじゃないですか、どうみたいな感じで。あ、そうですね、
はい、あの最近はちょっとまた取れてはいないですけど、あの練習試合のところで指導者を紹介していただいたりとか。なるほど。はい、年末も、うん、今回の年末も一緒に食事させていただいたりとか。そうですか。はい、してました。はい、東京23がですね、まあ、関東リーグ、はい、7月から開幕するんですけど、なんといってもあの関東一部にはブリューベッカー浦安、むしろもう小屋さんが一番トータルでは一番プレーしたシーズンが長い浦安。そうですね。なんと監督、はい、津波監督。はい。どうですか、感慨深いものありませんか、津波監督と土屋監督みたいな。いや、かなりありますよね、もう。もうこれ個人楽しみで仕方ないですよね。もうあの清水光也さんのもう個人的なあのあれでいいので、はい、もう、はい、あの高校の立場とか、まあ、全部取ってもらって、もうただのサッカー小僧だった清水光也から見て今年の関東リーグ一部どう見ますか。はい、浦安23絡めて。はい、そうですね、まあ浦安も本当に長くいさせていただいて、まあ成長させていただいたクラブなので、うん、まあみんなはとにかく JFL っていうところを目指して真剣にやってると思いますし、はいはい、私がプレーしてた時よりも格段にレベルは上がってると思うんですよ、うん、もう元 J リーガーが選手でこう下のカテゴリーに来たりとか、まあ監督も津波さんだ、まあバルーさんだって、あと、ボンズは岡山さんですね。そう、岡山さん、あと栃木が中村さん、中村さんですもんね。あと、まあ、シュナジュンさんとかいますよ。ですもんね。だからもう一緒に戦わせていただいた方々だったり、うん、一緒に仕事をさせていただいた方が、まあもう関東リーグをとにかくこう沸かせてくれるじゃないですけど、うん、本当に、J リーグ見に行くよりもしかしたら面白いんじゃないっていうぐらいの試合をなんかやってくれるんじゃないかなって、ね、すごい期待をしてたんですよね、うん、はい、ご存知の通り JD、J1、J2、はい、J3 を含めて JFL も地域リーグもこの3、4、5と完全に止まってしまったというか、まあ、スタートできなかったとい う, そう、はい、こう岩手県の花巻で過ごしてて、そこ日本サッカーで今起きてることっていうのをどう感じてましたか、はい、こうプロ、社会人含めて、はい、はい、もうすごい寂しいですし、うん、まあ、こういうまさかっていうことがまあ起こりうるんだなっていうことですよね、うん、で、まあ週末毎回こう J リーグも関東リーグも試合があって、で、うん、私もまあ教員になってからもやっぱり携帯電話見たり、あのダゾーン見たりニュース見たりで、やっぱりすごい一緒に戦ってた仲間だったりっていうのは気になりますし、うん、少しでもこのやっぱりレベルの高いサッカーを映像でやっぱり見るっていうのも私の、うん、まあ、うん、一つ、まあ、勉強じゃないですけど週末で行ったことだったん で, そ, で、ねうん、それがなくなるっていうことがまあすごい寂しかったし、まあ、残念っていう思いでしたね、うん、一応6月の末から7月の頭にかけて、はい、J1、J2、J3 含めて JFL もどんどんこうスタートを切ろうとしてるんですけど、はいはいはい、もう単純に良かったなってで、こうちょっとほっとしたなっていう気分ですか。どうですか、そこら辺は。いや、本当そうですね。やっぱりまあ私たちもリーグ戦もなくなってますし、ね、もちろん高校サッカーですね。はい、で、うん、もう甲子園も始まって以来ですか、戦後。そうですね、野球もね。本当にこのやっぱり子どもたちの夢っていうか、うん、私も今生徒たちにじゃあどういう言葉をかければいいんだろうっていうふうに、うんうんうん、結局自分はもうプレイヤーじゃないわけであって。うん、やっぱりその経験する人間にしか分からないことって本当にあると思うんですよね。まあいろんな選手たちがいろんなコメント出されてますけど、うん、私も本当にこの今の3年生たちにかける言葉っていうのは正直難しすぎました。難しいですね、はい、で特に高校3年生は次大学受験とかね、その進路ですもんね、はい、うん、はい、まあでもこうやって少しずつですけど再開が決まってきて、うん、まあ無観客とかになっていくとは思うんですけど、うん、またこう日常のと言いますか、試合がある週末を迎えられる可能性があることに関してはまあすごい、まあ嬉しく思いますし、うんうん、はい、私たちもまた試合が
行われるような準備をまたしっかりしていきたいなというふうには思っております。そうですね、あの徐々にね、はい、あの日本列島いろいろこう47都道府県で状況みんな違うんですけど、特にあの東京は一番厳しいんですけど、はい、本当にあの練習できないみたいな感じなので、はい、あの東京のクラブ練習できないんで本当に、そうですよね、あと4週間ぐらいで大丈夫かねみたいなことをよくみんなで言ってたんですけど、はい、あの、はい、岩手県には J3 のクラブ、はい、グルージャあったり、はいはい、あとは東北リーグでいうとガンジュとか岩手のチームだといろいろありますし、あ、まあ、あと、はい、かつて古巣ですけどね、宮城県仙台にはねベガルタがあってとか、はい、やっぱ東北のサッカーっていう意味では、はい、小屋さんなんか注目していることはあるんですか、こう東北地域というか、あのあれでしょ、仙台でプレーした以来でしょ、はい、東北で暮らすっていうか、岩手は初めてでしょ暮らすの。あ、もちろん岩手は、はい、初めてですね。ただ、はい、あの妻があの宮城県の人間ですし、 あと、うん、あの奥さんですね、義理のお姉さんは岩手の一ノ関の出身の方です。で、私もプロ1年目のキャリアをベガルタ仙台で過ごさせていただいたので、うん、何かこう東北方面に何かこうゆかりがあるのかちょっと私もわからないですけど、まあ、この選手を辞めて、うん、はい、1年目のこのあの教員の仕事をやらせていただくのがまたこの岩手県という東北のところでですね、うん、何かこうすごい、うん、なんか感じるものがあるんですけど、まあその中でサッカーのレベルっていうのは、うん、あの関東とか高いって言われてますけど、うん、あの正直、まあ失礼な言い方、もう少し低いのかなと思ったんですけど、ね、全然、うん、はい、全然そんなことはなくてですね、うんうんうん、あとはもう視聴者の方々がやっぱりレベルが高いっていうのと、あと熱心です、うん、なるほど、あとやっぱり人がすごいいいですね、うん、それそうですね、はい、みんなあったかいですね、はい、自然が多くてあのもうサッカーをやるにはもうもってこいな環境っていうかあとはまあ子育てももってこいな環境っていうか、まあ本当に素晴らしいところで今過ごさせていただいている感じですね。あの八戸とか盛岡、秋田豊さんですよね確かに。あ、そうですね、秋田さん監督になりました。柱谷さんもまだ、はい、柱谷さんが今、花巻東高校のテクニカルアドバイザー。じゃあ、すごいじゃないですか。すごいですね。だから、それこそ国士舘大学に行った時に、柱谷さんが引退されてコーチで来ていただいてたので、それ以来何度か、まあ、J リーグで対戦とかさせていただいてましたけど、はい、本当にまた久しぶりにこう一緒に仕事をさせていただいている感じですね。まあ、もちろん国士舘の大先輩でもありますし。哲さん、元気ですか？お元気ですか？いやもう、はい、元気ですね、はい、相変わらずのあの感じですか、はい、ただまあ少しこう優しくなられたのかな、ま、私がもう生徒にバンバン言ってるのを逆にちょっとまあ言い過ぎじゃねえかぐらい、え、哲さんそんなっていう、はい、ええみたいなね、いやだって哲さん、はい、哲さん、はい、ランドの時もっと激しかったじゃないですかみたいな、ですよね、はい、もう高野さんがそれこそ10代の頃にねバリバリ日本代表でね、はい、柱谷哲さんつったらもう怖えみたいなね、ランドでみんなね、東証ですから、東証ですからね、はい、それが今やものすごい柔らかくなって、はい、そうですね、あの時、はい、私もそれこそ大学1年生であのもう怒られてたんですごい厳しく、うんうんうん、まあ今となってはすごいありがたいですけど、うんうんうん、はい、少しこうちょっと優しくなられたかなっていう、はい、僕それ知りませんでした、あの柱谷さんが、哲さんが花巻東のテクニカルアドバイザーを やられてることを今初めて、はい、今日知りました、はい、あ、そうだった、え、普段からいらっしゃるんですか、たまに学校に来る、いや、かなり、はい、まあ、あの、関東の方でも仕事はされてるので、あ、まあ、でも月の半分以上はそうすか、指導していただいてますね、はい、なんかますます私はあの、はい、この、まあ、私東京都民なんでね、はい、今この時期あんまりあの東北の方行くとなんかあの自粛警察に怒られるんで自粛してるんですけど、はい、晴れて、はい、もう岩手県花巻に行けるってなったらもうあの、はい、高野さんと、はい、哲さんと、はい、あともう佐々木先生にも直接お礼言いたいぐらいなんで
もうぜひぜひ、はい、来てください。あのマジで行きたいです。はい、はい、お願いします。まず、まあ、新しいね、あのセカンド、本当にセカンドキャリアですよね、これこそね。あの J リーガー辞めて社会人働きながら、あ、地域リーグでプレーするっていうのとはまた違うね、この学校の先生をやって、うん、子供たちを、はい、本当に本当の意味で子供たちを育てながらね、はい、指導者の勉強ですよね、まだね、今2年目ですから、ね、そうですね、本当に勉強ですね。でこれからの本当にセカンドキャリアが、6月15日が誕生日だったと。はい、おめでとうございます。38歳になります。38。あ、もうありがとうございます。はい、だからまだまだ38ですから、こう40代がね、花開くような、なんかこういいキャリアを積んでほしいなというのが、私がお話聞いててすごく思いました。ありがとうございます。なんでやっぱりJリーグを経験したり、まあ社会人リーグを経験した、はい、かつての選手たちがやっぱりその J や、はい、社会人リーグ以外のフィールドでね、どんどん活躍していく、はい、こういい事例にどんどんなってほしいなとやっぱ思うので、はい、はいはい、いずれ高校選手権かインターハイかなんかで、はい、花巻東って見たいですね。そうですよね、やっぱりそこが一番のね、まあ、目標じゃないですけど、はい、学校もまだ全国大会には一度も出たことないですし、ね、こうやって皆さんにいろいろ発信できるっていうのは、一番は全国大会に出て関東にまあ戻るじゃないですけど、ね、それで皆さんにこう見ていたっていうのが、そうですね、まあ、一番こう、はい、いいことかなとは思っております、はい、なんであのまだこうウィズコロナ、アフターコロナという時代がしばらく続いてね、あのスポーツ界もサッカー界も、はい、あの折り合いをつけながら少しずつしかできないんですけど、まあ、例えば2021年とか22年とか、はい、ね、はい、花巻東が関東首都圏に凱旋だみたいな日を来るのを本当に楽しみにして待ちたいと思います、はい、ありがとうございます。もう頑張ります。あの短い時間ですが、はい、以上で、はい、オンライン出演インタビュー終了したいと思います。ありがとうございます。今度直接会える日を楽しみにしてますので、はい、ぜひ来てください、岩手県に。ありがとうございました。というわけで、花巻東高校サッカー部の監督清水光也さんでございました。このね、何百文字かの短いプロフィールでは収まりきれない、実は楽しい話がいっぱいあるんですが、それはまた別の機会にしたいと思いますということで、以上清水光也さんのコーナーでした。ということで、本日のオンラインインタビュー3名の方出ていただきました。ありがとうございます。また来週も引き続き、オンラインインタビュー企画やります。さあ、それではエンディングに行きましょう。投稿メールのコーナーです。番組では皆様からの投稿をお待ちしておりますということで、週明け11@gmail.com までメールお待ちしております。放送日の前日の夜9時半ぐらいまで締め切りを待っております。できれば早めに金曜土曜日ぐらいに出していただけるとスタッフの準備もはかどりますということで、はい、今週は1通来ておりますので、いつもの投稿コーナー、三坊長の代わりにメールを紹介してくれるバモちゃんに読んでいただきます。はい、お願いします。はい、6月22日に来ましたメールでございます。はい、三坊長スタッフの皆さん、こんばんは、クロドラでございます。今回は朝日ガスエナジー東インスタジアム横の多目的グラウンドに芝生を植えたということで、翌日見てきましたと。JFA グリーンプロジェクトによる芝生の苗の植え付けが6月20日土曜日に行われ、トップチームやレディースの選手スタッフで植えられたようです。写真は次の日の6月21日日曜日の様子でございますということで、うん、うん、水まいてますね。皆さん遠く左画面左奥にね、うん、そうだ ね, 水まいてますね、スプリンクラーの水が見えますって、うん、スプリンクラーって言ったらね、昔ね、どっかのサポーターがね、
スタジアムで水撒いてるのがスタンド側に来ちゃってビジターのそれでマジ切れするっていう事件がありましたね。そんな事件がありましたか、うん、そうそう、あのビッグスワンで、うんうん、フロンターレで。なるほど。いやー、この写真一枚だけでもいろんなものが読み取れるなと思って。もっとこっちに触れないといけない。いや、素晴らしいグラウンドで、奥に見える山とかね、景色を見ると、あ、こういうロケーションなんだなっていうね、うんうん、ここにポツンと降ろされたら俺どうやって帰っていくか分かんない。ポツンって感じ。ポツンって感じだね。いや、これからもね、進捗情報が多分来ると思うので。そうですね、はい、ありがとうございました。今週は一通でございます、はい、さあ、来週の予告。来週は6月29日月曜日と、はい、6月29日、特集オンラインインタビューのまたもや第9回まだ続く。はい、今から言っておきます。7月もずっと続きます。おい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 、予告していきましょう。ということで、来週は誰が出るかというとですね、はい、おこしやす京都。おおこしやす関西リーグ、はい、石田、去年まで監督をやってました石田さん、確か今シーズンから副社長になられた、はい、はい、石田さん、もう皆さんご存知だと思います。おこしやす京都の石田さんと JFL から、来週も JFL のクラブから登場します丸安岡崎、丸安岡崎愛知県、はい、モニワ選手。おーいおいおい、 FC 東京にいたあのモニワさん、はい、ベルマーレやね、セレッソ、 FC 東京で活躍して、アジア、タイに確か移籍して、もうね、我々オールドファンはね、あのモーニーワでね、同じモーニーワ、モーニーワですよ。他1名、来週も3名の方を予定しておりますということで、来週6月29日もお楽しみに。今週の第109回終わりです。ありがとうございました。ありがとうございました。